始めます。松永の親さん以来京都で、さあこちらです。東条会系松金組、規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、矢上さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、タボ。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あのな、おやすさんだけだからな、この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあそうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか？元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。あれがかれこれ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。20年前、あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいな、お前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ？羽村の
頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ、タボも手貸してくれんのか。神室町に教令会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、連中今相当ビリついてんだろう。分かってるのか。ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。で、その梶平系列で KJ アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな、教令会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか。お忍びでよ。まあもちろん。海藤さん、親父さんと話せたよ。教令会の拠点は KJ アートって会社だ。そうか。じゃあ例の村瀬ってのもそこにいんだな。いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。おお。じゃあもしかしてドローンの出番か。それもあるかもな。了解だ。俺もすぐ KJ アートに向かう。した顔してるな。しばらく寝とけっての。
もしもし。カイトだ。KJ アートに着いたな。ああ、そうらしい。カイトさんは今どこ？ KJ アートに向かって右見ろ。怪しいな。これは。わかった。俺も今そっちに行く。ここから KJ アートがバッチリ見える。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。じゃあやっぱり強霊界のアジトか。間違いねえ。村瀬はいたか？見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。ん？しっかり見た？ああ一応な。もう一度飛ばそう。今度は俺がやってみるよ。未熟な部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。これが村瀬の写真だ。ビルの窓越しに村瀬がいないか確認できればいいんだけどよ。カメラ操作これやろ、ドローンこれやろ、調べる、拡大、注視、
どこだ。
こだ。なあ、あいつあんなところでこそこそ本なんか読みやがって。なんだあいつあんなところでこそこそ本なんか読みやがって。
こだ。
どこだ。
こだ。あいつ、あんなところでこそこそ本なんか読みやがって。
どこだ。
どこだ。一旦止めますね。ちょっとわからないんで。